私たちは全国の仲間とメディアフロンティアという組織を2000年から運営してます。今年でちょうど20年経つわけですけど、メディアフロンティアの今の事業を少しご紹介します。もともと印刷会社が主だったわけですから、プリントショップと、それからクリエイターズカフェという2つの機能がそこにあるわけですね。 今までの印刷会社は、自分のところにある機械でできる印刷物をお客様に提供してきました。ですが、今、印刷の業界の環境が厳しいものですから、新しいあの高額な設備を入れるよりも、えー、この、えー、仲間に、えー、得意な仕事はお願いをして、そのコンテンツ制作の方にシフトする、そんな業態変化をみんなで考えています。 ですからあ、こんなものが印刷できますという会社から、どんな印刷物も手配ができますという印刷会社にまず変わっていくというのが一つです。もう一つが、今はネットで、えー、相談がいくらでもできるわけですから、えー、全国で、えー、気の合ったクリエイターとネットワークで仕事ができる時代に来ました。えー、少し、 年齢がいったので、えー、地方に行って、のんびりと仕事がしたいという人は、優秀な人たちが今、えー、地方に、えー、点在しているケースがあるわけですね、えー。そんな人とのネットワークは、クリエイターズカフェという、そこに人がたむろってるわけじゃないんですね、えー。ネットでつながってるわけですから、こんな絵本を作りたいんだけど、こんなイラストレーターの人いませんかって言ったら、あ何人かの中から、 自分の気にに入ったイラストレータータお願いをするこれは別に過疎の村でも離島でもいいわけですねそのようなクリエイターの方を私たちは今80人ぐらい登録をしておりますので北海道の人もいるし沖縄の人もいるわけですけどそのような相談が来た時にはそれぞれの得意な人にお願いをして 原稿を作る、コンテンツ制作をする、その時コンテンツができても、なかなか見ていただけないので、例えばそれを名刺に入れるとか、パンフレットに入れるとか、DM で出すとか、看板につけるとかっていう、これからの IoT、インターネット・オブ・シングス、これがこれからの印刷業界の生き残る道だと考えて、全国にこのネットワークを広げようとしております。